突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルの時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめはハンモックに揺られながらかな。朝倉未来選手のインスタライブですね。車中1000万企画の ABEMA の煽り撮影の帰り道、運転しながらみたいです。まずですね、YouTube のコラボ、芸人のアントニーさんとやってくださいとのコメントに対して、 この間、LINE してて、スケジュール空いてるところ教えてくださいって言ってて、それから2ヶ月ぐらい連絡返ってきてないので、やりたくないんじゃないのかな、俺とコラボ。と。そして、天心くんとのコラボは、この間やってからまだ日が浅いので、とりあえず今はいいかな。久保優太選手とのコラボは、一回スパーリングもしちゃってるし、企画が思い浮かばないと。 たける君とコラボしたいけど、k 1に面倒い規約みたいのがあるんじゃないですか、ぱんちゃんりな選手とのコラボは、こないだ伸びたので、またやりたいと。そして、将来必ず励ますねのコメントに対して、俺、ハゲないっすよ、おじいちゃん、おばあちゃんに100万円渡してあげた動画見てもらえばわかるんですけど、4人ともハゲてないんでと、そして大晦日も出たいっすねと出場の意思も明かしておりました。 ファン対応についてはその日の気分でだいたい良くないと。ベンチプレスは100キロぐらいだと思う。体はかっこよくなるけど格闘技にはいらない要素。新曲ができたので9月10日にレコーディングをするので10月ぐらいには出せるかなと。そして萩原恭平の煽りムカつくというコメントに対してはそうかな。俺はあんまり気にならんかったけどな。 ラ,イジンランドマークは無観客なので寂しくないですか?」については声援とかは聞こえないけど画面の向こうで多くの人が見てくれてるの分かってるのでぶっちゃけ俺はどっちでもいい人がいればテンションが上がるけど実力とかは変わらないし前から興味あって時代が変わったら変化しないといけないし一回やってみてって感じかなと相変わらず超クールだなと思いました。 そして皆さんも興味津々であろうカジサックさんもこれについて炎上してしまった朝倉未来選手と萩原京平選手の契約体重が6 8キロについても言及してくれておりますそもそもオファーが2か月前じゃなかったし6 6キロでも全然落とせるけどね今7 3キロくらいしかないしでもなんか相手の萩原君も全開 平本くんとの時、68キロだったにもかかわらず、再計量してたくらいだから、68でいいんじゃねというふうにおっしゃっておりました。で、さらに、その後、68キロ契約のツイートしたら、絡まれましたというコメントがつき、それに対しては、格闘技ファン、頭固いやつ多いんで、いろんな種類のファンいるけど、格闘技ファンって特殊だよね。めんどくさいよね。そこしか言うことないんじゃない今回は。ま、気にしなくていいんじゃないぶっちゃけ。 そして、柴田さんについては、今は柴田さんは朝倉未来選手にアンサーしてますが、この時はまだ相手からの反応がなかった時だったので、柴田からはアンサー返ってきてないから、ビビって逃げたんじゃないですか、さすがに。本気だと怖いんじゃないさすがに。と。そして、平本蓮について、一言くださいと問われ、ないっすね、別に。かわいいなって感じ。かわいいやつだなって。さらに 平本蓮と仲悪くないっすよ別に全然あと平本蓮強くなるから絶対あいつは絶対強くなると思うただちょっと強くなった時に今の感じが黒歴史になる感はあるけどねとこれ平本蓮選手聞いたら結構嬉しいんじゃないでしょうか私もねなんか嬉しかったですし で、このインスタライブが終わる直前にも、平本蓮とコラボしてくださいとコメントがつき、まあ別にいいですけどね、俺は全然と。平本蓮選手、コウ選手にはコラボ断られてしまいましたが、こちらは空いてるそうなのでよろしくお願いします。というか、朝倉美来選手、肝も太いし、器もでかいですね。 そして身長はこの間測ったら177.5センチと一般的に記載されているものより0.5センチ大きいみたいですちなみに小倉優香選手の身長は167センチになりますこれは私が今勝手に付け加えているだけですそれではこれいきましょう斉藤豊選手とクレベル小池選手どっちが勝つと思いますかどちらとも戦っている朝倉未来選手しっかりと答えてくれております 多分クレベルが勝つんじゃなないいのかなと思いますねでしたははいい理由についてはなかったですそして「萩原なめちゃいかん」ともコメントがつき「まあね確かにね俺と対戦するのに人生かけてくるしハングリー精神は結構な差を埋めたりすることもあるから俺も全然なめてないしクレベル戦が終わってもクレベルの時の練習をずっと続けてますよ」と。 とということで一部、朝倉未来選手はもうクレベル小池選手との試合前に行っていた密度の高い練習をしていないんじゃないかというね、え声も聞いていたりしていたのですが、それは間違いみたいですね。そして続けてですね、格闘技は100%ないから、でも、ぼこぼこにするけどね、ぶっちゃけと、さらに戦略を聞かれ、打撃だけの試合にはならないと、相当な自信ものぞかせておりました。 で先日、神の左、ボクシングの山中伸介さんと朝倉未来選手、コラボでスパーしてましたが、山中さんについて、ぶっちゃけレベルが違った、距離の把握がめちゃめちゃ勉強になって、早速スパーリングに取り入れてるらしいです。で、アンチについては、参考にさせてもらってる時もあるし、何言っとんのと笑わせてもらってる時もあるし、どっちにしろいい存在よと音符はついてなかったです。 そして朝倉未来1,000万企画はこの時ですでに応募が500くらい来ていたらしくすごい舐められてるなと感じたとでも YouTube の喧嘩自慢みたいには手加減しないからね本当の試合みたいに殴るから顎とか折れる可能性もあるしただで帰ることできないと思いますけど ABEMA の広告の仕方が下手なのかよく分からんけどその辺舐めてるやつが多いみたいだけど俺は本気でやりますからね 誓約書も書いてもらうし、半端な気持ちで来るんだったら、マジでやめた方がいいと、そして路上というのは、なんと路上のセットみたいなこともね、言ってましたね。まあ、本当のね、路上でやったらそこ、喧嘩の聖地になりそうですからね。そして、朝倉未来選手、なんと最近、あんまりもうお肉好きじゃないみたいです。はいででここで我らが音符マンマ 金消しと雷神コラボ風に言うと、ザ・忍者ならぬ、ザ・音符のコウ選手についてどう思ってますかとのコメントに対して、朝倉未来選手ああ、どうも思ってないですよ。で、さらに、コウとコラボしたら数字取れると思いますよと言われ、ああ、別に企画、面白いのあったらやってもいいですけどね。やるんだったら、柴田を立ち合わせたいのはある。 ということですので、ザ・コウジ選手が朝倉未来選手とコラボすることは、柴田さん問題が片付かない限りはないのかなと思いました。で、朝倉未来選手、日々の生活で練習に重点を置くために、YouTube の投稿が不定期になりましたが、月曜日は動画を投稿する人が多いので、避けてる曜日みたいですので、ファンの人は月曜日はあまり期待しすぎない方がいいかもしれませんね。で、 タバコを吸ってたのはアウトサイダーのチャンピオンになった時までで、銘柄は丸ボロメンソール丸メンだったみたいです。お酒は一時期前田明さんのアドバイスで肝臓にダメージが来るので痩せにくくなると言われてやめていたと聞きましたが、現在ではまた飲んでいるようです。 そして、試合に勝った後、寝れないファイターが多いみたいなんだけど、俺はめっちゃ寝れると。多分、アドレナリン出にくいのかもしれないと。なるほど。あのクールさは、それも理由だったのかもしれないですね。そして、人生で一回はフェラーリに乗りたいと思っているので、今週の日曜日、試乗してくるらしいです。で、そうなると、気になるのは、年収ですが、これ、はっきりと答えてくれております。年収、10億1点じゃないのかな 去年ぐらいから言ってると思うとあらやだ聞きました奥さんしかしまあでも金とか稼いでもぶっちゃけ変わらんよな欲しいもんとかそんなないし自分の将来の安定のために稼いでる感はあるとそしてなんと YouTube の最高月収は広告収入だけで7000万円ぐらいかなですって奥さんあらやだ すごい格闘家コラボ祭りってずいぶん以前にやってましたよねあの時2ヶ月で7,000万再生ほどされたようでその時だそうですでさらに1試合のファイトマネー自体はそんなになんですが自分らで集めてきたパンツスポンサーとかもろもろ合わせると1試合で5,000万円ほどの収入になるそうですごくりあらやだすごい奥さん聞きました もういいですねはいでこれ私基準わからないんであれなんですが他の格闘家の方たちがこれを聞いたらどんな感想が出てくるのか気になるところではありますよねそして「朝倉さんの家系韓国の血入ってますか?」には入ってないです全然日本人です「海韓国人っぽい顔してるもんな」「韓国との対抗戦やった時海の方が韓国かと思ったもん」 さらに YouTube の切り抜き動画にも言及しておりまして、ただいま、見定め中、どっちに作用しているのかわからない、マイナスに働いている可能性もあるし、ちょっとまだわからないですねと、そして、ひろゆきさんとコラボしてどうでしたかと聞かれ、ふふふと笑いながら、すごい変わった人でしたね。俺が言うのもなんですけど。で、同じ質問増えてきたんで、ここで終わりますと言って、パッと終了。 非常にボリューミーないいインスタライブでしたね、包み隠さないですし、まあ、どんな質問来ても動揺もしないですし、それでいて語る内容もきっとそれが本心でしょうし、まあ、本心で語れるってことは強いってことですよね、弱い人はいろいろ隠そうとしますんで、魅力あるなというふうに思いました。 で先ほどちらりと話題に出ましたが柴田さん今ではきっちり朝倉未来選手にアンサー動画出しておりますのでそちら行きましょうタイトルは「朝倉未来に全く興味がなくなりました」です、はい、流れとしましては柴田さんが朝倉未来選手を挑発「朝倉未来選手は OK なら今度は本気で殴り合おうぜ」で今ここです柴田さん「もうどうでもよくなっちゃったな」 としその理由は相手にあると主張。 ミクルの今度の対戦相手の小木原はと、ずっとね、萩原ではなく、小木原と、多分普通に間違えてたと思いますが、連呼しておりました、まあ、以前にもマルコス・ヨシオ・ソウザ選手のことを、サトシカ・クレベルのお兄ちゃんと言ってた時もありましたので、えー、柴田さん、実はね、そんなに格闘技のことはね、えー、詳しくないのかもしれませんね。で、その小木原君、大晦日では、あのタトゥーが映せないから、配信専門の来人ンランドマークになったと。 荻原君は、みくるも言ってたけど、正直隠した。雷神の意図が見え見えで嫌だ。みくるのブランドに傷つけたくないから、名前だけちょっとある弱い相手を当てていると、サブって感じ。 そしてなんと、斎藤選手とケラモフ選手の試合も、ミクルに勝った斎藤豊が、次戦で負けたら、サブってなるから、本当は、ケラモフが勝ってたのに、やらせで雷神は斎藤に勝たせたと主張。はい、だから、ケラモフにもチャンスを与えるべきなので、やるべきはミクルとケラモフだけど、実際戦ったら、絶対にミクルは負けるから、選んだのが荻原と。 そして次は ABEMA の茶番企画。どうせブレイキングダウンアベマで放送したからその握りだろと。現役格闘家がそんなことやらなくていいのにね。ビジネスなんですね。本当に強い選手同士で当てないのならもういいかなって。なので俺の中でのミクルは終わった。そんな朝倉ミクルが魅力的に思えないので。 僕との戦いはなしにしましょうと。<laughs> 要はですね、ここにスポットを全部当てた逆算の理論で苦しいながらもですね、なんとか朝倉未来選手との対戦を避ける口実を用意した柴田さんでしたが、というか、ここまでがね、最初から折、えー、り込み済みだったと思いますが、この動画に朝倉未来選手本人がコメントをつけております。逃げながら宣伝ありがとな。 はい、ということで、一言で言うと、仲直りしたと言っていいんじゃないでしょうか、しかし、ですねそんな柴田さん、実は8月18日に書類送検されておりました。 これはですね、以前から少し話題になっていたので、知っている方もね、少なからずいらっしゃるかと思いますが、相手の方はですね。パチンコ系ユーチューバーのさくらたかとらさんという方で、その方に対して、柴田さんは、さくらたかとらは再生数をお金で買っているというような発言をしたんですね。それに対して、さくらたかとらさんが多くのデマを流したり、脅迫や陽動行為を行ったり。と、どう超えているように思いましたということで、でも、それは自分だけはね、もしかして思っ。 感情かもしれないということで、警察に相談しに行ったところ、今回の柴田さんの行為は犯罪行為であると認めてもらえたということで、以前から民事と刑事、両方でまあ訴えてたらしいんですが、今回は刑事の話になります。 そして柴田さんの方では今回の内容についてはあくまでも事実なので事実を言っただけという趣旨の主張を現在も続けているようでたかと虎さんの方は主に YouTube のアナリティクスデータっていうね解析データその他いろいろもろもろ出るものがあるんですがそれらをすべて公開して事実ではないことを証明しつつ現在も反論していっているということなんですが結局、ですね警察が柴田さんに対して丹念な取り調べと捜査をしたということで結果、書類送検ということになったのですがその 書類送検はこの後ですね、検察官が判断しますので検察官が起訴、不起訴、えー、もしくは起訴猶予かなで裁判するに値するものなのかどうなのかっていうところが次は焦点になっていくと思うんですが。 正直、一昔前だったら不起訴だと思うんですが、今回、東京オリンピックのことで選手への誹謗中傷なども問題になって、国がですね厳しく対応していくというふうに発表しておりますし、まヘズマリュねのこともありますし、見せしめということもありますよね。今回、これがありだったら、その LINE までは OK となってしまうので、似たような YouTuber がね、ガンガン出てきてしまうという問題もあるので、どうなることやらといったところですね。 そして、さくら高虎さん、今回の件について動画を出されているのですが、そこにこのような文章があります。申し訳ないですが、示談という曖昧な結末で終わらせるつもりは一切ありません。今後、そういったご連絡はやめていただくようお願いします。とありますので、もしかしたら柴田さん、お金で解決しようとしたのかなという考えもちょっとね、浮上してきますね。さらに、柴田さんにこの情報を教えた黒幕がいるということで、現在、A、B、C、D さんまでね、4名上がっている状態なんですが、その方たちについて、 でも厳正な処罰を求めぜさくら高虎さんがここまでこだわるのかと言いますとこれもご自身の動画にあったのですがこの訴訟は今社会問題にもなりつつあるインターネットを利用した誹謗中傷を減らすのが目的でもありますというふうな一文も付け加えてありました。 で、今回のこういうことに対して、どこにライン引きがあるかと言いますと、私のところのね、コメントにもたまにつくんですが、私ラーメン好きなんで、例えをラーメンにさせていただきますが、まあ何でもいいんですが、飲食店行ったとして、このラーメンがまずいとか、美味しいとかしょっぱかったっていうのは、もちろんね、個人の感想なんで、何言うのも結構なんですが、そこにですね、この麺が賞味期限が切れてるものを使ってたとかね、腐ってたとか、ラーメン自体に虫が入ってたっていうのはまずいですよね。これは名誉毀損とか、信用毀損という話になってしまいますから、 ただですね、柴田さんとまあコラボというか、一見ね、誹謗中傷されても、それを気に留めない人もいますよね、柴田さん、再生回数持ってるし、まあ、だったら我慢しようっていう考え方の人もいますし、それこそね、クレベル小池選手なんか、再生回数持ってない柴田さんが、あのようにね、煽ったり挑発してきたりしたら、普通にボコボコにして終わりだったと思うんですが、まあ、一応ね、周りから柴田さんのキャラクターを聞いたのかもしれませんが、エンターテインメントのうちで終わらせていると。ででももすね嫌がる人も当然 その中にはいるわけで出てくるわけでなので今回、柴田さんちょっとね喧嘩売る相手間違えたかなというふうには思います、ね、そしてですね原口健人選手以前から俺の試合もすでに決定しているんだから早く発表してくれというふうにツイッターなどで連投しておりましたが昨のついに発表されました。 相手はですねタップロンという選手で9月23日、横浜アリーナで対決いたします。日本で活躍するムエタイの選手で過去にはですねクレベル小池選手の打撃のコーチングもしている鈴木宏明さん、怪物くんですねにも勝利しておりますし小川翔選手やブラックパンサーベイノア選手にも勝利しているということです。そしてですねペットパノムルンキャットムーカー選手 VS 原口健人選手、気になるところですが今はねこういう時期なので入国できないので試合が延期になっていますが すでに契約は完了しているということで時期次第で組まれるとのことです。 すいませんペット選手はグローリーの現王者で、めちゃんこ強くて、ですねちょっと原口賢人選手でも勝てるかどうかわかんない、危ないんじゃないかなと、そういうレベルの相手になります。で、ですね今回のことを原口賢人選手、試合決定、まずですねタップロン選手に決まりました、テーマは圧応援よろしくお願いいたしますとツイートしたところ、それをタップロン選手が引用リツイートしまして、原口選手、よろしくねと、その後に原口賢人選手がそれを引用リツイートしまして、素晴らしい試合にしましょう、オファー受けてくださり、 ありがとうございますと紳士的なムードです そしてパンちゃんりな選手が2度目のワクチンの副反応で救急車で搬送されてしまったという心配のニュースも入ってきております本人曰くですねすごい副作用インフルエンザみたいな感じ試合4週間切ってるし薬を飲まないようにとやはりねドーピングの心配がありますのでそれができないっていうところはねアスリートが辛いところで普段は出ない何かのアレルギーがワクチン後高熱により反応を起こしたんじゃないのかなということで、まあ、ワクチンのことに関してはそのアレルギー持っている人の方が副反応 反応が強いとも聞きますので私も非常に、ね、それは心配しておりますそしてこちらもずいぶん心配なニュースになるんですが古瀬瑞稀選手、今度9月4日ディープ、日生選手と対戦すること決定しておりますがちなみに日生選手は小さいとき活発で男の子みたいだったのでニセあそことあだ名で呼ばれていたらしくそのニセあそこのニセから取った日生選手なんですが古瀬瑞稀選手のツイッターですね。現半端ななくて寝れない 目閉じると頭の中で老人がめちゃくちゃ喋ってきてうるさくて寝れん、幻聴の定義がわからないとで、さらにその後うるさいマジで、鉄が落ちてくるとかコンクリートが割れるとか、超うるさいと、それに対して青木真也選手、古瀬瑞希さんはしっかり山に行ってらっしゃる、旦那さんはサポートしてあげてほしいと自身の福岡の方で投稿しておりました。 そしてテレビ出演の情報が2つ続きますまずですねシビサイショーマ選手宮本和志選手ディランジェームス選手がフジテレビナイトドクターという番組8月30日月曜日の夜9時からに出演するそうですいわゆるスダリオーズの面々ですね そして朝倉海選手、ですねこちらもフジテレビ、逃走中のワンピース100巻記念コラボ、ルフィと黄金の秘宝というものに、9月5日の日曜日8時から出演するそうなので、ファンの方は要チェックですね。はいというわけで、本日は以上となります。ま分、あ、かってますよ、皆様が欲しがってるのは、あれですよね。 金消しと雷神コラボの雷消しの画像ですよねですがね、残念ながら昨日ちょっと時間なくて、あんまり作れてないんですよね。しかし、今までのありもんだけでパッパッと作ったものがありますので、昨日もね、言わせていただいたんですが、まずね、キン肉マンの消しゴムに他のねイラストをくっつけたものって今まで見たことないと思うんで、たくさん数見ないとどういうのが良くてどういうのが悪いってわからないと思うんで、ここでね、ちょっと経験値積んでいただくために作ったものね、パッパッパってね、見ていただきたいかなというふうに思います。でこれが何 の役に立つかと言いますともちろんね手に職ついたということになりますので転職する際などにですね履歴書に書けばですねちょっと採用に有利に働くかなとまあ、そういうこともねもしかしたらねあるかもしれませんので。 まずは昨日のおさらいから見ていただきたいんですが、でこれが何なのかと言いますと、これはね、ジンの人気に拍車をかけようというね考えのもとに、私がですね、考案したかける金消しコラボというものでありまして、でさらにですね、ジンが新事業で始めるトレーディングカードのデジタル化というものはありましたよね、それにこれをですね、限定何百個とかね、何千個かわかりませんが、そういう形で一緒にセットで販売することによってですね、 えー、デジタル化っていうのはやっぱりね最新のものでオールディーズな人からしたらですねなかなか手に取りにくいわけですよ自分のアイデンティティのね殻を破るのも難しいですしなのでこうやってすごく新しいものと一緒に古いものをセットにしておくことで新しいものも一緒にお手に取ってもらいやすくなるんじゃないかなとねそういう私の考えもあってのことということですね。 なので、ですねまだこの画像では、ただのね金消しに他のね選手のイラストを貼り付けただけのものとなっておりますが、実際に来消しというものが発売されてほしいなというふうに真剣に思っておりますので、皆様でもですねこれにちょっとね火をつけていって、いろんなところでね宣伝していただきたいなというふうに思っておりますね。そして、ここまでが昨日の画像ですので、ここからが新しいものになるんですが、といってもね先ほど言わせてもらった通り、あり物にねくっつけただけですので、パッパッパッと見ていってください。 の作れればいいかなというふうに思っておりますがまあだいたいねこんな感じでたくさん見てよし足にちょっとでもね気づいてくれればというふうに思っておりますのでまたねアドバイスよろしくお願いしますこの選手にはこれがねいいんじゃないかとかそういうやつですね そして最後にですね、倉本和真選手のミート君と平本蓮選手の筋骨マン。まあ、このようにね、画像を合わせてみるとそうでもないかもしれないんですが、まあ、筋肉マンとのね、ライジンキャラクターだとイメージがぴったりっていうところがあると思うんですね。で、この決定部分っていうのがありまして、で、他にもあるんですね。で、その選手が誰かと言いますと、 スカル坊主の僕、鋼鉄選手ということになりますね。スカルはドクロですね。これもどこも直さなくて、こっちの方はこのままで僕、鋼鉄選手ということで通用すると思いますので、めちゃくちゃ似てますよね。なので、いつもの集合へのところに僕、鋼鉄選手としてプラスさせていただきますので、以後、お見知りおきをということでよろしくお願いします。いや、ちさ、なんか最近、中止みたいじゃん。<laughs> ま、全然私のものまねは似てませんが。 はい、というわけで高評価チャンネル登録して通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。いやちさなんか最近調子いいみたいじゃん。